小池香奈は、大分県出身のフリーアナウンサー。文化放送系列で放送していた、日のミッドナイトグラフィティ走れ、歌謡曲の水曜パーソナリティを務めていた。その関係で、演歌歌手との交流も深く、雑誌、歌の手帳にエッセイ、おつな関係を執筆している。また、走れ、で、パーソナリティを担当し、その後は隠して亡くなった、演歌歌手。 村上幸子との交流を描いた、電気本さっサッちゃん物語を執筆した。2004年11月、当時の、走れ。歌謡曲の多曜日パーソナリティでもある、中尾美穂、岩波理恵鈴木純子と、夜明けの枠女。というグループ名で、CD デビューも果たした。ABCDEF ラジオパラダイス1988年2月号、P116。 お答えしませう以前は水曜日土曜日担当だった。当時火曜日、あと2金曜日以降後、2010年3月で、交番当時水曜日、2010年3月で、交番当時日曜日、火曜日に以降後2008年3月で交番かなさんちゆきちゃんとの食事会、純子の小部屋、文化放送、2020年12月5日閲覧、二代目古根亭。 新語ツイッター午後0時9分2017年3月6日、ありがとうございます。